おはようございます。パラレルです。さあ、今日は BBM のヒストリックコレクション2013。背番号列伝のフルコンプバインダーを紹介したいと思います。ということでね、はい。10年前のトレカになりますね。早速行きましょうかね。ではね。はい。まず、背番号列伝というからにはね、背番号が大きく載ってますね。00からいますね。はい。で、早速見えるのが若松さんのサインカードですね。99枚限定ですね。で、背番号1があってね、前田智則さんもいますね。はい。じゃ次のページです。はい。新庄選手にね、ピンク箔がありますね。これ30枚限定のカードになりますね。はい、背番号1番ね、まだ活躍してる選手もいますね。青木選手ね。栗山選手もね。はい、背番号2ですね。はい、背番号3ですね。金サインは50枚限定になってますね。清原選手ですね。はい。金本さん、これホロサインですね。100枚限定になってますね。はい、こんな感じのホロですね。この宮本慎也さんはカードショップリミテッドエディションと書いてありますね。はい、これが通常版ですね。はい、で次のページです。はい、背番号6が並んでますね。はい、裏面はこんな感じですね。お、有藤さんがいますね。はい、黒田選手いますね。はい、沢村投手がいますね。福井選手もね、西武時代は18番。はい、前田選手にホロ白サインがありますね。はい、背番号25ですね。26、27と続きますね。古田さんもホロサインがありますね。はい、こんな感じですね。はい、で金田さんにサインカードありますね。はい、ここら辺からだんだん大きくなっていきますね、数字がね。バースさんいますね。51になりますがね、イチロー選手は入ってないんですよね。55ですね。今でいうね、秋広選手が入ってきてもおかしくないですね。はい、で永久欠番カードがありますね。裏面はこんな感じですね。はい、でインサートカードになりますね。はい、こんな感じのカードですね。金文字は200枚限定ですね。でこちらはブックストアスペシャルカードとなっております。本屋さんでもらえるキャンペーンですね。で青文字が50枚限定ですね。こういう風にね、バリエーションがねありますね。はい、すごく綺麗ですね。
はい、では生写真カードがあるので紹介したいと思いますね。荒木大輔さんもいますしね、巨人のね9連覇を達成した監督の川上哲治さんの生写真もありますね。100枚限定ですね。はい、では最後に、ヒストリックコレクションのね最強世代伝説というカードもあって、それの、まあ、コンプまではしなかったんですけどコンボカードがここありましたので、これを見てお分かりになります。この青文字が、200枚限定になってますね。これはね、斉藤佑樹さんと大石投手でしたね。はい、懐かしいですね。はい、まだねここら辺はね現役ですからね。はい、ではこんな感じですね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。それでは、さよなら。